針は痛いところに直接効くんですということについてお話したいと思います。皆様は針についてどういうイメージをお持ちでしょうか？痛い、怖いとかいうイメージはないでしょうか？当院では私が自分でされたら嫌な打ち方はしません。針はこのように髪の毛と同じぐらいの細さの針を使用しまして、このように使い捨ての針を使います。実際に打ってみます。お願いします。このように、このような時間で針を打ちます。そして、針の効用がうちで使っている理由が2つあります。1つ目は痛みのポイントを上げてくれる、だから痛みを軽くします。2つ目は、異物化反応といいまして、人間の体は異物が体に入るとそれを排除しようとする働きが、防衛反応があります。で、痛いところやコリがあるところに針を打つことによって異物化反応が起きて、脳から必要なホルモンが出たり、筋肉のコリを和らげてくれることによって、硬かった筋肉の間に血管や神経、リンパ管などが通っているんですが、柔らかくなることによって血行が良くなります。そして、隅々まで栄養が行き届き、老廃物や痛みを起こしている物質を心臓に押し戻してくれます。そうすることによって新陳代謝が良くなり、疲労やだるさ、痛みが軽くなります。当院では、私が打たれたら嫌な打ち方は絶対しません。よろしくお願いします。